差し込みが違ったんです。じゃあ三田さんもう少しで来るね。医者行かないか、どんなに加えるんだ。
VR タイム横そこに選んでお願いします。適当に言うね。キモキモじゃあちょっと、見て。で、マイク届きます？届く届く。じゃあ、どっちだっけ？こっち1カメ？これ1カメ。1カメ。1カメでいきます。決まってるけど一応こんにちは。こんにちは。今マイクの試験中です。どうでしょうか。清水さん、OK でしょうか。どうでしょう。音声いいでしょうか。今試験中です。どうでしょう。清水さん、OK ですか。聞こえてます。OK。はい。ありがとうございます。皆さんこんにちは。松代テレビです。また例年のごとにですね、夏祭り。松代祇園祭のライブを行いたいと思います。今はですね、松代城を多分出発した頃ですので、そろそろこちら、町歩きセンターの前なんですけども、こちらの方にも届くと思います。こちらの方にね、少しずつ皆さん、おいでになっております。ちぎずですね、おいでの皆さんの声も聞きたいと思いますが、よろしくお願いします。それではですね、これから松代祇園祭りのライブをご覧いただきたいと思います。始めます。よろしくお願いします。
っと待ってくださいね。今ですね、こちらの方におみこしが参りましたんでね、この辺りにですね、こちらにおいでの お二人、若いお二人にね、インタビューしたいと思いますが、よろしくお願いします。はい、おみこしが来ました。あ、元気ですね。それですね、今町歩きセンターの前をおみこしが通り過ぎました。こんにちは。こんにちは。今日はどちらからおいでですか？あ、筑摩です。あ、筑摩市。あ、そうですか。筑摩です。筑摩市、毎年おいでになるんですか？そうです、いとこが近くに住んでるんで、いとこさんがおいでになって、はい、毎年毎年来てます。あ、もうさ、例年の恒例で。そうですね、いとこさんのところにおいでになって、はい、一杯飲んで帰ると。そうですね。そうですね。いいですね。これ行事になってますね。恒例の。そうですね。毎年の恒例行事になってます。はい、お嬢ちゃん。そうです。娘です。こんにちは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 。恥ずかしい。恥ずかしいな。じゃあ奥様。こんにちは。こんにちは。お名前言っていいですか。あ、リナコです。はい。すみません、年取って耳遠くなっちゃう。あ、はい。あ、リナコと申します。はい。あ、そうですか。はい、お父さんは。カズナリです。あ、カズナリさん、はい、ですか。ありがとうございます。毎年ね、おいでになってるんですけども、はい、どんなところがいいですかね、松代は。やっぱり、古い町並みがやっぱすごく、自分こっち出身じゃないので、こういう町並みすごいなと思っていて、やっぱりこの辺でも一番大きいお祭りというか、うん、そういうのいいなと思っていて。来させてもらってます。そうですか。これね、インターネットテレビなんで、はい、全国、世界に配信されてる生放送なんですよ、はい、大丈夫です。え、今ね、そちらの方で見てらっしゃいますね、はい、あちらの方でね、放映されてるんですよ今、はい、生放送で、全国放送されてますけど、はい、誰かおいでになった、ご存知の方いらしたらどうですか、一言出てるよ。言ってねえからわかんないね。そうですね、全然わかんないね。わかんないね。あのね、これ録画でもね、されまして配信されますんで、はい、またちょっと一言言ってください。お父さんお母さんいらした。はい、出てたよ。みんな出させてもらったよ。いいですね。はい、みょうこさんも。あ、じゃあおじいちゃんおばあちゃんまた今度一緒に来ようね。、うん、はい。お嬢ちゃん、りんちゃんはなんていうの？はい、ほんまりんか。なんですか？ほんまりんかな。りんかですって。りんかさん、ね、で、おじいちゃんおばあちゃんに何かあるお話。また遊ぼうねって。わかんない。わかんないか。おじいちゃんおばあさんまた遊びに来てよなんて、うん、ないかな。遊び行くよって言ってごらん。遊び行くよか。はい。はい、恥ずかしいですね。はい、ありがとうございました。感染者、ありがとうございます。はい、そう、ありがとうございました。ありがとうございました。ダサい？ごめんね、ダサくて。
あ、そう、与党がいい、了解。何話す、話す。なるべく寄ってくれ。はい、こっち。はい。こんにちは。こんにちは。かっこいいね。高校生。ありがとうございます。高校生？小学生。小学生です。はい。避けないって感じ。小学生。はい。松代ね、いろいろ小学校あるけども、はい、どこの小学校？松代小学校です。おお。三人とも松代小学校？はい。はい。何年生？小6年生です。はい。6年です。はい。同じく6年です。はい。はい。あ、こっち。はい。こっち。はい。はい。ごめんね。そっち行って。なんか逆光になっちゃっててね、ダメ。黒くなっちゃって。もう少し濃いね。はい。はい。カメラこっち。こっち。はい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 。はいはい。あ、ごめん。はい。名前止まっていい？あ、大丈夫です。おたぎりともひでです。なに？おたぎりともひでです。ともひでくん、はい。山口龍馬です。はい。と、五名和馬です。あし。今日は、何のお祭りか知ってる？祇園祭り。祇園祭り。あし、ってね。毎年この祇園祭り来る？はい、はい。友達と来ます。あ、友達と。今、6年生なんだけども、何年生ぐらいから来てるの？何年生？1年生から来てるよね。あ、じゃあもう6年生から来てるけど、ちっちゃい頃から来てるよね。ちっちゃい頃から。4年生ぐらいから友達と来てる。友達と。1年生、2年生、3年生はお母さん、お父さん。そう、うん、そうか。そんな感じですね。4年生ぐらいからは友達と。はい。はい。お父さん、お母さんと来るときと、友達で来るときのはどちらが楽しいかな？友達で来ましょう。あ、やっぱりそうかな。友達で。お父さん、お母さんじゃな。いろいろ怒られたりな。はい。そうだよ。買うもんが限られたり。あ、なるほど。もう今日はなんかいろいろ買ったかな？今ラムネぐらいしか買ってません。今来て、みんな集まってんで、それこれから下に降りて買おうかな。はい、今日は何を買う？まだ決めてない？いや、目に入ったもんです。お、目に入ったもん。あー、そうか。俺も決まっちゃった。お、決まった。はい、何かな？エアガンなんだ。エアガン。何映るんだろう？女子のおごりそう、おごれるものは太っ腹、出てきてね。はい、おごれるものはな、トモちゃん、そうだ、トモちゃんがおごってくれるそうです。で、何買う？何買おう、わかんない、いろいろ。祭りで定番のやつとしたら、もう、かき氷。6年生だからおもちゃは買わねえな。あ、女の子も来て。あ、嫌だ、逃げた。はい、逃げちゃった。逃げちゃった。逃げちゃった。他には、松代定番だ。かき氷とか、こういういろんなもの。女の子後ろに来て並んで。はい。他には？他には、なんか何を買おうかな。何？なんだ？何買う？なんかない。何もない。ない。はい。かき氷。片桐君かな？おたぎり君。あ、おたぎり君。ごめんね。松代テレビって知ってる？松代テレビ知らないかな。知らない。松知らなかったの。うん、松代の人でしょ。はい、松代の人。松代テレビ知らなかったの。松代テレビは知らないです。知らなかった。うん、今度知ってよこれね。はい、松代テレビなの。
じゃあ覚えてきます。松井覚えておく、はい、ありがとうね。じゃあ松井のテレビ今度は一生懸命見て。はい。あのインターネットだから。はい、わかりました。本当のテレビで映るんだ。はい。インターネットでね、お父さんお母さんに言って、インターネットの松井テレビを開いてと。はい。言うとね、みんながね、出てんな。本当？やったね。うん。みんながね、出るのがね、映ってるから。はい。ね、お父さんお母さんに見てもらって。はい。ね、よし。はい。ありがとう。はい。ありがとうございました。はい。ありがとう。はい、ありがとうございました。はい、次は女の子。はい、女の子いらっしゃい。はい、女の子いらっしゃい。女の子、はい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 、はい、女の子どうぞ。はいはいはい、女の子。はい、女子、女子集まれ。女子、あ、来てる。おみこしが来ましたんでね。こんにちは。こんにちは。素晴らしいですね、元気よくて。ありがとうございます。何年やってますか？10年ぐらいになります。まだ若いですね。まだ22、23歳。いえ、じゃあだから10歳ぐらいからってんな。素晴らしいな。本当はどのぐらいやってますか？まあ僕も小さい頃からこの町で育ってきましたので、足掛け30年ぐらいにはなりますかね。お祭りに携わらさせていただいて。じゃあ 1、2歳の頃からってみたな。生まれた時から松代人です。あ、やっぱり30歳か。このおみこしを担いで、はい、どうですか、疲れますかね？いい疲れが出ると思います。あ、やっぱり、はい、こちらの方やってますか？やらさせていただいてます。あ、やってますね。ちっちゃいじゃないですか。小さいの何本も飲みたいです。キンキンのものを飲めるので。あ、はい、あ、なるほど。あ、いつもお世話なんです。はい、じゃあ一緒にちょっと、ね、はい、説明してあげて。はい、じゃあ一緒にお世話になってます。こちらこそいつもお世話様でございます。どうですか、今これは何ですか？あのね、みこしの先導。あ、はい、これが中町のみこしが来るという、うん、その提灯です。なるほど。で、皆さんにこれ知らせる。そうです。おみこしが来たよと。来るよ、来るよと。来るよと。はい、はい、で、皆さんに見ていただいて、なんかその地域の皆さんにね、はい、なんかこうお願いしたことありますかね？何かありますか？町、うちにいないで見に来てくれとかね。はい、
とにかく活気のある町にしていきたいです。よろしくお願いします。どうですか。その通り、若い人たちの思うその意気に任せます。今ね、お伺いしたんだけどもね、30年やってるって話したんだけどね、何年やってますか。もう80年ぐらいやってる。あー、ごめんすいませんどれぐらいやってますか。自分たちがね、20代の頃だから40年ちょっとですね。だから子供たちがね、我々の子供たちの世代ですから。なるほど。やっぱりじゃあそうすると、今ね、最盛期でね、皆さんもう本当に仕切ってますからね。若い人たちに何かありますか、お話は。何、ごめんなさい。若い人たちに若い人、次は孫の世代だね、はい、だからこの子たちの子供の世代、そうかそこで伝承してっていう、はい、そうか。まだ我々と同じぐらいの年だからね、まだまだ現役で頑張ってます ね。はい、ありがとうございます。あと30年ぐらい。いや、あと15年ぐらい。あ、そうか、15年ぐらいね。15年ぐらいだとすると、15年過ぎたら50ぐらいだね。高齢者に入りますか。はい、わかりました。はい、もう始まりますかね、はい、まだいいですかね、はい、はい。なんかさっきね、皆さんにね、ぜひ来てくださいとお話あったんですけども、他に何かありますか。ねえ、まあ、30年ぐらいやってらしてどうですか。楽しいこと、また苦しい、まあ疲れるっていうか嫌なこともあったでしょうね、いろいろとこうやってる中で。ないよね。ないことないです。あ、ないです。祭りはね、素晴らしい。いいこと金、楽しいことばかりです。そうですか、いいですね。はい、わかりました。それではですね、はい、今日あと2時間ぐらいありますけどね、はい、頑張ってやってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。